昨日までで2割8分9厘3本16打点出塁率4割2分9厘、今日も第1打席2塁打。ちな得点圏打率も5割ある。ほんといい選手。打率チーム2位、四球チーム1位、盗塁チーム1位タイ、出塁率チーム1位、完全に開花してるな。今の成績を維持できればレギュラー確定かね。ほんま覚醒したな。ヌートバーとかアロザレーナとかすごすぎる。4月打率2割4分出塁率4割1分5厘長打率3割8分 OPS795 5月打率3割6分6厘出塁率4割5分8厘長打率5割1分2厘 OPS970 いい選手や、全力プレイのしすぎで選手寿命が短そうなのだけが怖い。ほんまようやっとる。これが年俸1億もいってないという奇跡。藤波の方が年俸上ですげー申し訳ない。ヌートバー何かの間違いバウアーみたいなのじゃなくてで、NPB 来ないかな。ヌートバーが活躍、MVP 経験者ゴールドシュミットが活躍、サードに移籍してきた大物がいる、弱い、エンゼルスを応援してる気分になるな。監督はなぜヌーよりエドマン評価してんだ ?8 番はねえだろ。言うてエドマンもようやっとるやろ、ヌートバーの影には隠れとるけど。相手の先発の右左で使い分けとるだけやろ。今日は右相手やから1番か。1番ヌートバー、2番絶好調近藤、3番大谷、4番吉田、そりゃ日本強かったわってなるね。ヌートバーレベルなら日本にたくさんいる。ヌートバー微妙民は本当に見る目なかったわね。ヌートバーは日本人でもないのになんでこんなに嬉しいんやろな。カート鈴木が活躍しても嬉しくないやろ。戦友やからね。カート鈴木、東岡が活躍したら嬉しいぞ。吉田誠也と違って活躍しなかったとしてもショックは受けないけど、したら下で気分はいい、そんな感じ。